台風第19号は2005年9月に発生し台湾と中国に大きな被害をもたらした台風である。進路図日本時間の9月26日9時、マリアナ諸島近海で台風19号が発生しアジア名、ロンワンと命名された。命名国は中国で竜の王を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名、 マリンと命名している。台風は西に進み、大東諸島の南を通過した後、10月2日6時15分頃に、カレン県に上陸し、台湾を横断した。その後は、勢力が衰えて、台湾海峡を通り、中国福建省に再上陸して、その後消滅した。台風が接近した沖縄県石垣市では90世帯、近くが停電したほか、4人が負傷した。 沖縄での航空便の欠航は28便に及んだという。大東海運の那覇南北大東島間の定期船は29日に那覇を出港する予定だった便が10月3日に延期された。10月2日にウルマ市で開催が予定されていた第20回全島市姉妹フェスティバルは台風の接近により10月9日に延期することが決定された。十月二日 台湾北部では交通機関のほとんどが停止した。また37人が負傷し、76万世帯が停電した。カレンでは2日午前に最大瞬間風速秒速64.9メートルを観測。中国の福建気象台は台風の接近に伴い、重大気象災害預け応急アズアンに基づき、中国区別重大気象災害通級を発令した。 台風の直撃を受けると予想されたアモイ市では、厳重な警戒態勢に入り、航路も、欠航となった。この台風により、台湾と中国で特に大きな被害が生じ、中国で147人、台湾で2人がそれぞれ死亡し、合計149人の死者が出た。この台風のアジア名である、ロンワンは、この台風限りで、使用中止となり、 自順からは、ハイクイというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。